こんにちは。今日はこのエルメスリップを全色使っていきたいと思います。2020年の3月の4日に発売いたしました。こういうね、箱に入っておりまして、一本一本ね、なんか印鑑ケースみたいでしょ。こんなに入っておりました。発売当時はめちゃくちゃ人気がありまして、最初整理券配られたりとかして、限定で1人3本まで、5本だっけ。そうですね、結構制限5本か3本か、うん、でなんか最後1本になったみたいな話をちょっと聞いたことがあります。で、発売したのは銀座店と阪急梅田と伊勢丹新宿店のみの日本では3店舗でした。この真っ白いのだけリップクリームになっております。なんで今回ね、これは使いません。で、このピンクと青と紫の、これは限定色の3種類になっております。なのでこの限定色も今回ね、せっかくなので塗っていきたいと思っております。まあ全体的にね、私一通り多分使ったことあるんですけども、感想としてはさすがね、エルメスということだけあって、まあ発色もちろんいいんですけども、オレンジ色のねリップが多かったような気がします。一番最後にですね、人気の色をね、店員さんに聞いたので、それも使っていきたいと思います。これから塗っていきます。はい、では今ピックアップしたこの6本、これがさっき最初でもお伝えしたオレンジ系の色で、今回ね6本もありました。一つはね、限定色です。番号はこれからね、腕に塗っていこうと思うので、こう塗った時にね、表示したいなと思います。まず何番塗りましょう。とりあえず番号が若いやつからいこうかな。これね、マットとあとサティネって言って2種類あるんですよ。サティネがね、75、33、36、これがオレンジのサティネで、46、53がマットです。サティネの方がツヤツヤしてます。なので私ね、自分で使うときはいつもサティネの方をね使ってます。じゃあ繰り出していきたいと思います。まず75番です。こういう感じの色味になっております。どうですかね、オレンジの中でも結構パキッとしたオレンジというのは赤っぽいオレンジですね。さっきね、赤っぽいなと思ったんですけど、まあややオレンジだけど赤が入ってる感じがします。で、次このサティネのシリーズの33番になります。あ、こっち結構オレンジですね。めっちゃオレンジです。なんか潤いのあるオレンジです。あ、私このオレンジさすがに使ったことないな。最後ね、オレンジ系のサティネ36番です。これなんか中間っぽいですね。さっきのオレンジと赤っぽいオレンジの中間な色の気がします。でオレンジもね、これだけ色味がねあるんですよね。次、反対側の右手の方にマットのね色を塗っていきたいと思います。マットはね、53、46、27で、定番の色から塗っていこうと思います。マットの53です。見るからにね、ここがね、なんだろう、さっきのサティネと違ってほんと硬そうな感じがします。この色は色味どんな感じかな、一番濃いかもしれないですね。しっかりつきそうな色です。で、もう一つ46番、あ、これはさっきのサティネのね2色目に似てるんじゃないかなと思います。ちょっとこれも赤みがありますね。サティネの2色目が一番オレンジオレンジしています。で、今回限定色のこの27番も塗っていきます。これもね、オレンジです。はい、こんな感じです。ちょっと薄いですかね、色が。はい、このオレンジは、限定色はこんな感じの色でした。なんとなくマットって全部似てるかもしれないですね。サティネの方が、3色とも色が違うかも。どれが一番使いやすそうですか？これ使いやすそうです。あ、やっぱね、なんかこれ肌色にちょっと近いかな。これとか、まあちょっと離れてるっていうか、難しいよね。これは、可愛いとかに合いそうですね。使いやすそう。この3番目同士似てません？なんとなく、これがマットでこっちがサティネだから、なんかそのツヤ感があるないっていう違いなのかなって思いました。次はピンク系の色を塗っていきたいと思います。ピンクの色はですね、赤紫っぽいピンクから本当にパキッとしたピンクまでいっぱいあるんですけども、今回ね、この7色をピンク系として選んでみました。まずですね、サティネ59番です。こんな感じの色です。わー、かわいい。私ね、こういう大好きです。かわいいですね。私、青みがかった色好きなんですよ。こういう色いいですね。あー、もうすぐねイメージつきます、自分が塗ってるところこんな感じのちょっと青みがね強い、はっきりしたピンクになっております。次は42番です。わ、めっちゃピンク。どうですか、42番。何色って言うんだろう、このピンクは。やっぱね、ピンク色強いですね。赤みがほとんどないピンクになっております。
今度は40番です。40番のピンクは優しい色ですね。これ肌に、馴染みやすそうな色をしています。あ、コーラルっぽいです。どうですか、なんか人気ありそうな感じしますね。次は、50番です。50番は青みが強いですね。落ち着いたピンクになっております。4色ね、全然違います。おー、これも使いやすそう。これが一番オレンジに近いピンクですね。で、次に、これが一番、なんだろうな、大人っぽいピンクになりそうですね。肌なじみはやっぱこれが使いやすそうな気がします。あと、さっきご紹介し忘れたんですけど、実は51番のね、この限定色。これもピンクかなと思っております。こんな色です。まぁ、ちょっとね、ピンクか赤か、まあ、微妙なとこなんですけど、ピンク赤っぽいです。次、78番です。これマットになります。はい、こんな感じです。このピンクは青みが強いですね。どれに近いかな。なんかね、4色目がマットになったらこんな感じかもしれないですね。はい、で次48番です。これなんかまた大人っぽいピンクのマットバージョンな気がします。あーすごい。なんかちょっとベージュ、なんだろう、ピンクベージュの濃いやつの色味に出ますね。ちょっとこうなんかあんま使ったことないな。すごい渋いピンクです。そしてマットの最後は70番ですね。これは明るいピンクになります。可愛いですね。人気ありそうな色かもしれません。あーめっちゃ可愛い。あ、すごい、めっちゃピンク。これも青みが強いですね。このピンクは使いやすそうですか。どうですか、一般的にみんな使いやすいのは40番。40番、うん、そうね、そうね、浮かない色ですよね、うん。結構さ、この辺になると使いやすいかどうかっていうと結構肌の色は関係してくるのかなと思います。肌がね、真っ白な人はこれいいかもしれないですね。で、ね、この色とかはちょっと大人っぽいメイクとかになりましたね。ね、大人っぽいメイクだよね。で、ほんとこれがピンクの中では、まあ、誰でも一番万能かもしれません。今度はベージュ系に行ってみたいと思います。ベージュ系はですね、5本ありまして、1本だけマットで、あとの4本がサティネでした。サティネの方がね、もしかして使いやすいのかもしれないですね。まあ、今ね、なんかどっちかっていうとマットよりもツヤっぽいリップの方が流行ってる印象はあります。では早速塗っていきます。13番から塗っていこうかな。これが13番になります。ベージュになるとピンクとちょっと違っていきなり大人っぽくなりますね。あ、でもなんか海外の人こういうのつけてるイメージありますね。次がですね、16番です。16番のベージュはこんな感じです。どっちかっていうとなんかオレンジっぽい感じもするんですけど、あ、でもなんかベージュですね。オレンジっぽいベージュです。はい、次は18番のベージュを塗っていきます。この色になります。なんかこれ使いやすそうな感じがします。ピンクベージュですね。一番最初のベージュにちょっとピンクを足した感じになってます。これだったらね、何でも目元合いそうですね。次、サティネの最後のベージュは21番になってます。21番のベージュです。これはね、さっきのよりもさらに赤みを足したベージュになってます。これがサティネのベージュの4色です。で、1色だけマットがあったので、マットも塗っていきます。これは11番のベージュになります。おー、この感じ。なんか防具の表紙とかでありそうな気がします。あー、ピンクっぽいのかな。あー、でもなんか本当マットだ。この光沢が違いますね。マットの方がね、しっかりついて、こっちはね、薄付きで何回重ねると色が出る感じですね。この5色が今回のベージュになります。どれが人気ありますか？ベージュがなんか人気そうらしいですね、うん、噂では、うん、全体的に使いやすそうですね。え、花嫁さんとかで使ったりします？でも花嫁さんもっとパキッとベージュを使うそうです、うん、パキッとした色もいいんだけど、まあ、この辺大人っぽい感じがしますね、うん。では最後に赤系の色を塗っていきたいと思います。今回ね、限定色が1個これ赤に分けたんですけども、あと定番色はね、6色ありました。で、今回この中で64番と85番がサティネとマット両方あるので、こちらもね、面白いと思うので、両手で塗って、比べていきたいと思います。先に64番同士塗っていきたいと思ってます。で、サティネをね、左に塗ってたので、まずサティネからいきたいと思います。64番のサティネです。
なんか赤になるとまた全然違う。赤だオレンジもピンクもいたけどね、やっぱ赤初めて手に置いたいのはこのしっかりした発色、目が覚めるような赤ですね。では次64番のこのマットをね、同じ塗って塗っていきたいと思います。これがマットになります。こってりした感じです。同じ色なんですけど、はい、全然違います。マットの方がね、深みがある感じで、さっきには、まあ、明るいちょっとこのね、パキッとした赤だったんですけど、なんかね、赤赤シアがなってますね。じゃあ次もう一色ね、2本ある色があるので塗っていきたいと思います。85番のまずサティネを塗っていきたいと思います。はい、85番のサティネです。この赤なんだけどちょっとさっきの赤とは違いますね。私これ好きですね。なんか冬に良さそうな色味になっております。で次はこのマットの赤を塗っていきます。はい、これがマットの赤になります。なんかこれも同じ番号だけどちょっと違いそうです。おー、なんかブドウっぽい感じがします。どうですか？シンプルですね。使いやすいのはやっぱサティネかなと思うんですけど、冬場ね、塗ってかっこいいのはマットかなっていう感じもします。じゃあサティネのね、今度66番を塗っていきます。なんか私のイメージする真っ赤の赤って感じなんですけど、あ、すごい赤だ最初の赤とまた違いますね。うん、かわいい。次、限定色なんですけど、はい、この94番のね、赤を塗っていきます。まあこれ赤っていうね、ボルドーな感じですね。これからの時期に活躍しそうな色です。あ、紫だ。まあこれもブドウみたい、ピオーネにそっくり私ブドウ好きなんですよ一番ね、ピンクな色味が強い赤ですね。では今度最後ね、マットを塗っていきたいと思います。あ、かわいい。可愛さが溢れてる気がします。あー、かわいい。これかわいい。なんか私のタイプです。なんかザ赤って感じですね。かわいい。どうですか？かわいい。赤全部かわいい今までね、花嫁さんにして好評だった赤ありますか？けど秋冬になるとやっぱり85番とかボルドとか、ブドウ色が人気ですよ。あ、やっぱりね、なんかブドウ色って夏はあんま想像できないんですけど、これからの時期ってこういう色がね、人気そうですよね。はい、ということで全色限定色も含めて今塗り終わりました。この中でエルメスのね、店員さんに伺ったところ、人気の3色なんですかとお話を聞きました。さて、一体どれが人気だったんでしょう、ね、プレゼントにね、最適なので知ってて損しない感じだと思います、まあ、男性の方もね、これもしかして1番人気色、2番人気色あたりは使いやすいので、ぜひ女の子をプレゼントしてもらいたいと思いますけども。ね、ちょっとじゃあそれを左手に全部塗っていきたいと思います。はい、それではですね、人気の3色をエルメスの方に聞いて、売れ筋順に右手に塗ってみました。はい、こちらでした。1番上が1番人気21番、次2番人気18番、3番人気は85番でした。で、この上の2つは、ね、ベージュ系ですね。で、下の1つは、これ赤系の色から選びました。このね、3色が一番人気ということでした。せっかくなので、オレンジ系もね、かなり色があったので、これとこれね、似てるので、オレンジ系の人気色も聞いてみました。で、オレンジ系の人気の色は、これですね。はい、36番のこのオレンジでした。あ、これなんか可愛くて、使いやすいと言ってたオレンジですね。で、今回ね、この人気色の1番とこの赤系の色とオレンジ系の色を使ってメイクしたいと思います。同じアイメイクでも口紅を変えるだけでどれぐらいね、印象が違うのか、この人気色3色で試してみたいと思います。このベージュは多分いろんな服に似合うと思います。どんなメイクにも似合うし、多分人も選ばないと思うので、人もプレゼントにも喜ばれる一本かなって思います。やっぱ腕に塗ってみて、このベージュね、かなり使いやすかったんですよ。肌なじみがいいですし、で、顔もね、なんか色がね、暗くならない、顔のトーンも、ね、暗くならないし、これがね、多分プレゼントにはね、一番無難でも女の子は欲しい色だと思いました。で、次に、2番目の人気の色も塗っていきます。このリップ
はアイシャドウとかは茶系とか赤み系のアイシャドウにぴったり合うんじゃないかなと思います。これから秋冬になってきてスプーンも結構着込むのでこういう赤っぽい温かみがある色着付けてあげた方がやっぱ秋冬感は出ますね。プレゼントに選ぶなら結構濃いめのリップ挑戦してる方つけられてる方にあげるととっても喜ばれる色なのかなと私は思います。うん、上品ですね。これが2番人気の赤みがあるボルドーっぽい色でした。はい。でこれねなんか塗ってて思ったんですけど、なんか引き締まるというか大人のね女の人っていう感じがすごくしました。どうですかね。やっぱね目元さっき全然変わってないんですけどリップ一つでこんなに印象が変わるんだなと思いました。次オレンジ色いってみたいと思います。これはもう可愛いメイクにぴったりですね。茶系は結構もういろんなリップ似合うのでオレンジ系のメイクだったりピンクっぽいメイクにもちょっと似合いそうだなって思います。お洋服とかも白っぽいとかベージュとかオレンジっぽい服装に合いますね。かわいい。かわいい。本当だ。なんかコーラルピンクな感じのオレンジですね。この辺なんか今までねどっちかというと大人っぽい色が多かったんで、この3色の中で一番かわいらしい本当になんかかわいい系の色だと思いました。ピンク系のメイクにも合うし、オレンジ系のメイクにも合いそうですよね。ということで今回人気の色3色を最後に試してみました。ぜひね、もしプレゼントに迷われる方がいらっしゃったら、参考にしてみてください。今日はこの辺で。